いつもご覧いただきありがとうございます。今日はインスタントラーメン袋麺ですね。それ用に少し火力の強いアルコールストーブを作っていきます。使う空き缶はこの小さなスチール缶ですね。これを2つに切って本燃焼がすぐに始まるグルーブストーブに作っていきます。そしていつも通り火力自動可変機能を加えます。使用する工具は糸の子、そしてやっと子、ラジオペンチのようなものですね。そして100均の平ヤスリ、鉄のヤスリです。これは切るためではなくて印をつけるためです。あとは三角定規、金尺、そして紙ヤスリは400番です。他に分割する際に高さ調整するアンビルヤスリですね。あとは油性ペンと、場合によっては押しピンを使います。これだけの道具で作っていきます。最初にこの部分ですね、この部分を取り去ります。そのためにここをヤスリで削っていきます。ヤスリの特徴としては前に押すときに削れます。ですのでこれはリズムがあります。前に押すときに削れる削れる削れるっていう意識でストロークします。握り方としては人差し指の先端の一番膨らんでいる部分にヤスリの始まるところを乗せます。そしてヤスリのお尻は手のひらの真ん中から少し親指の方に振ってあげます。人差し指を伸ばしたまま握ります。ひっくり返します。そしてヤスリはどの位置で削っても同じ能力ではありません。この指に腕の重さが乗っかってきます。ですからこの部分が一番能力の高いところです。ここは少し押さえる力が減ってしまいます。ここはとても軽くなってしまいます。ストロークする際には短いストローク、中くらいのストローク、長いストローク、ストロークはすべてこの部分が含まれているストロークをします。こういうストロークはダメですね。一番いいところを捨ててるからです。下に濡れた雑巾を薄く引いてあります。これから削っていきます。で、削る際にはこっちが進んでいくのではなくて缶の方を回します。そしてスライドをさせるように削るんですけども、基本的にはこの辺りを削ってます。で、回してまたこの辺りを削る、この繰り返しですね。それでは行きます。回します、回します。少し筋が入ってきたの分かりますかね。こういうとこですね。これで取れました。あとは紙ヤスリでかけます。で、この時も上からですね、重さを乗せて紙ヤスリをかけます。リズムよく回していきます。こんな感じですかね。下から26ミリのところで切断します。この状態で回して一周カットラインを引きます。これから糸の子でカットしていきます。この糸の子の刃は押して切るように向けてあります。薄い濡れ雑巾の上で作業します。カットとしては2周ちょっとで切り終えます。切りたいところに爪を当てて3回引きました。これでずれなくなりますね。これから切っていきます。
そしてこの時も糸の子が進んでいくんではなくて缶の方が回ってます。そして糸の子は1回ストロークすると1回ブレるって考えてください。ですので、例えば、これはたくさんブレるということです。ですので、1回のブレでたくさん切っちゃいたいですね。ですから大きなストロークで切っていきます。少しだけ浮かす感じでヤスリがけしていきます。紙ヤスリは上からですね、指を切らないように注意してやってください。そして内側ですね、中から外へスライドさせるようにかけると効率的です。この時も缶の方を回してます。これで綺麗にバリが落ちました。次こっちも同じことをやります。こちらもバリがきれいに取れています。これから切り取った上の方を3等分していきます。このつなぎ目の反対ですね。目見当でいいです。今つけた印から直線で46ミリのところに印をつけます。そうするとだいたい3分の1。縦にラインを引き上げます。三角定規ですね、当てます。そして、上に引き上げます。1箇所、2箇所、3箇所。次にこれを折り曲げます。今回はやっとこを使いますけども、ラジオペンチでも曲げることができると思います。で、反対側からも折ります。こんな感じで折り曲げました。あとはこの中に押し込むだけです。入りましたね。ラインを引いてみます。このラインまでもう少し押し込みます。だいたいこんな感じですかね。そしてこの折り込んだここですね、ここのところを確認します。ここに穴が感じられないようでしたらば、押しピンでそこを差し込んで、
少し外側の缶を広げてあげます。そうするとここに少し出っ張りができて隙間ができます。あとはこの折り曲げ部を少し潰してあげます。これは表面張力でアルコールが上に上がってくるんですね。それを助けるためです。こういう木の棒で潰してもいいと思います。でこんな感じですね。そしてこの折り曲げたひだの下なんですけども、そこから7ミリぐらい浮いています。例えばラーメンを作るときに 30cc 入れたとします。これぐらいまで燃料が入ったとします。そしたらばひだより上の部分はここから炎が噴き出しますので強火になります。燃焼が進んで燃料がこのひだを下回りますと弱火に切り替わります。それが火力自動可変機能ということになります。このアルコールストーブの容量はマックスで 50cc です。使用限度としては 45cc を想定しています。これで完成です。それではこれから燃焼テストします。ラーメン作りを想定して 28cc 燃やします。最初に 15cc ですね。これでひだの高さまで達しました。少し上回った状態ですね。これで 13cc です。だいたい 14cc が強火と中火が切り替わる、そんな感じですね。それでは着火します。その前にスイッチ先入れちゃいます。いきます。今脇からの吹き出しがなくなりました。だいたい8分で強火から中だけの燃焼に変わりました。そして今この燃焼は上に何も乗せてないので、輻射熱が起こるとまた燃焼状態は変わります。燃焼時間も短くなります。消えましたね。だいたい14分燃えてました。3つの穴の炎の大きさがちょっと極端に違ってましたね。それをちょっと修正してみようと思います。今激しく燃えてたのがこちらなんですね。でこちらは昨日作ったものです。少し穏やかに燃えます。その状況を比べてみてください。
ほとんど同じように作ったアルコールストーブなんですけども、微妙に性格が変わるようです。そしてラーメン作りに関しては、この次にアップする動画の最後の方に載せてありますので、それをご覧ください。使用するアルコールストーブは、今日作ったものの方を使います。